パワフルスピリッツはやめたね。パワフルスピリッツはちょっと、いや俺は最初パワフルスピリッツやり始めた時楽しくやり始めたんですよね。楽しい気持ちでやり始めたんですけど、なんかいつの間にか視聴者がガチになってきて、なんでかな、視聴者が結構ガチになってきたやん。なんか俺がちょっとでもエラーしたらもういらんみたいな、こう真剣にやるよみたいなさ、結果を求め出したコメントが。だから俺は普段毎日動画編集してて、毎日動画編集してるから練習する暇もないし、迷惑かけるかなと思ってやめた。いや行きたかったけどな、レジェンド OB の試合。自身もそんな感じ。そうそう、だからもう言うたら14年ぐらい野球やってなくて、いきなり野球やり始めたらマジで動かれへん、ほんまにほんまに動かれへん。高校卒業してから一回もやってないんで僕で、32歳になって久々にやったらまあ動かれへんもん、ほんまに足が動かへん。これみんな言うやん、年取ってきたら足動かんくなるって、マジマジです。だからもうほんまに動かれへん。 DH 制度作ってほしかったけどな、言ってんけどな DH で。だからもしやるとしたらプロスピ YouTuber で野球部作るわ、リアルのそのやるんやったら。プロスピ YouTuber で野球部作ってそこで野球するわ。そこはこうもう楽しくワイワイやりたいから。ヤーマンさん、あ全然ヤーマン来てほしいけどね。そう、それは同好会やん。プロスピ YouTuber で作ったら、まあ俺一番年上やし文句言われることないし、うん、動けなくても、むしろ監督代打、俺代打俺でこう出るぐらいで、あとは若い子に頑張ってもらう。いや身内から文句言われて全く、パワフルスピリッツの人たちには何も言われてないけど、大人になっても運動する癖つけた方が良さそう。そうなんやな、俺お前より強いからリア大丈夫。了解です、強いことは分かった、もうそれでいいよ、全然それで大丈夫です。この冬のお知らせやね、このリア大やれって。冬休み来たな、俺お前より強いからリア大やれ。あ冬休み来たな。